殻などを材料として製作された人工品である道具に限らず、ソーシングも含む、遺跡から出土する動物遺体の一種。世界的にはっきりと道具として認識できる形状のものが出現するのは、新人が出現した後期旧石器時代に入ってからである。力としては、森や矢釣り針、ハマグリなど2枚以外の腹縁を描いて、 歯にした、ン人、斧、ヘラ、サジ、縫い針などがある。装飾品としては首飾り、耳飾り、髪飾り、腰飾りがあり、また単独の彫像品もある。世界的にはマンモスの牙を刻んだ女性像が有名である。彫像品としての骨格器のことは特に骨格製品と呼ぶことも少なくない。角のある絵図しか日本列島では、 ローム層が有機物を残しにくい地層であるため、動物遺体と同様に先時時代からの湿度は稀で、ある。縄文時代早期以降、湿度量は膨大に増えるが、それでも、酸性土壌を中和する貝塚や水漬けされて、酸素の供給のない低湿地遺跡からの湿度が主である。特に日本の縄文時代では、関東地方から北海道にかけての太平洋岸や河川、 故障を中心に骨格製の森や釣り針などの漁労具の著しい発達が見られ、高度に発展した漁業、漁労活動の様相が伺われる。縄文時代には数の日本カモシカの角、鹿、イノシシの四四骨、イノシシや熊の牙、イノシシ、人の歯などが加工され骨格器として利用された。これらは素材ごとに形状や性質が異なるが、 カズノが特に大きな素材であるため多用された。日本自家の個体は3歳以上で、枝角が角化して完成し、やがて脱落する。カズノは、狩猟により捕獲された個体の頭骨に付属する場合と、最終により得られたものがある。間、P52 間、P52 間、P52 間、P52。ありがとうございます。